みんな、いいか、参加するからには優勝あるのみ。蛇女の誇りにかけて他の学校に負けることは許されないぞ。ねえねえ、イムちゃんは優勝したら何をもらうの？え、それは秘密だ。何よ、秘密なんて言われると気になるじゃない。教えなさいよ、今すぐに。やだね、誰が教えるもんか。教えないなら当てるまでよ。イムの欲しいもの、欲しいもの、わかった、おでこ隠しね。なんだよそれ、別に僕はおでこを隠したくはない。隠してよ、眩しいのよそのおでこ、エロさでギラギラ輝いて。僕のおでこは輝いてない。ふん。あ、みやびの水着が破れてる。なに、ほら光ってる、エロいこと考えてるからよ。あー、これは違う、違うんだ。そろそろ予選の2回戦が始まるぞ、頼む。もちろんだよみやび、試合中にみやびの水着が本当に破れても大丈夫、みやびのポロリは僕が守る。なんかだんだんバカバカしくなってきたわ。さ、会場に行きましょう。あ、そうだな。それじゃベベタンはここで待っていてね、水に濡れちゃうから。おう、気をつけて行ってきな、みんなの足を引っ張るんじゃねえぞ。うん、大丈夫。さ、みんなの後を追いかけないと。ヘイ、そこのデカ盛りガール。あ、私のことですか？イエース、デカ盛り大盛り、おっぱい盛り盛り、みんな揃ってカチンコチン。何の用でしょうか、私急いでいるんですけど。ユーの仲間のデコフラッシュガールがこんなメモを落としていったんだ、渡しておいてくれ。メモ？確かに渡したからな。それじゃあとは頼むぞ、デカ盛りガール。このメモ何が書いてあるんだろう。新しいメガネとかではないか。だとしたら夢がないわね。ま、今ってそもそもつまらない女だしね。料理、お前のダジャレの方がつまらないよ。あ、それは言えてるかも。言えていないわよ。って、それじゃあ雪男じゃない。どうよ。どうやって笑うべきなのか、私たちは。視聴者も盛り上がってきたわ。Come on!
的楽勝よ。リョウビちゃん、物足りないならリョウナおごって。お断りだ、バカ犬。キャイー、放置プレイだわ。紫、いいところにいた。料理を知らないか？見てないけど。あいつ、あちこちで僕のことをデコフラッシュガールって言いふらしてるみたいなんだ。絶対に許せない。僕のおデコはエロいことなんかでは輝かないっていうのに。言っちゃった。このメモ渡そうと思ったの。これ何が書いてあるんだろう。マイドンブリ、無難すぎか。かわいいぬいぐるみ、恥ずかしがりそう。フリフリのついた洋服、何が何でも着せたい。みやびは一体何が欲しいのかな。これお姉ちゃんがみやびさんの欲しいものを考えてメモしたんだ。みやびさん、いいな。お姉ちゃんにたくさん思ってもらえてて。私とみやびさんならお姉ちゃんはどっちが大事なのかな。